ミュージックボイスをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。グリムスパンキーの松尾レミです。亀本ひろきです。ファンの方から、はい、SNS で質問を募集しまして、はい、はい、集まった中から僕が厳選して、はい、選ぶ、あの質問を選ばせていただきました。ありがとうございます。はい、で、お二人には今、こちらから今並べられている7枚の中から1枚だけとりあえず聞いていただいて、はい、その質問にお二人で答えていただければと思います。はいはい、どっちじゃあ私が松尾さん行く、じゃんけん、ま、じゃんけん最初はグーじゃんけん、はい、よし、じゃあオガヒティにどうぞ。まあこれだな、これ、はい、こちらざっくり今の悩みは、えざっくりすぎん。はい、どうぞ。悩みなんだろうな、あんまりないけど、まあね、今こうやってインタビューと、ね、していただいてるんですけど、まあ、ちゃんとこうアルバムが、ね、皆様の手に届いて、まあ、楽曲もこう皆様の手に届いて、まあ、たくさんの方に聴いてもらって、ちゃんとわーってなるかな、大丈夫かなっていうことですよ、うん、悩みっていうか、うん、心配事。そうだな、うん、逆にそれ以外ないよ、本当に。確かに 逆にそれ以外あるの、松尾さん。いや、だから今考えてんだけど、それ以外ない。そうだな、まあでもそれは一番悩みというか、まあ、うん、ね、命削っても、うん、命削ってやってるからねっていうのはありますけど、うん、あとなんかさ、こういう取材日なんですけど、うん、今日取材の時ってこうマスクをさ取ったりさつけたりさ取ったりつけたりしてさ、インタビュー中はずっとマスクつけて、うん、はい次撮影です撮ってみたいな、ね、どうさ、ね、うん、めっちゃメイクが崩れるっていうのが悩みだわ。ちょっとした今の悩み、本当に今の悩みだよね。本当に今の悩み、はい、でまあ本当にどうでもいいお話でした。はい、じゃあもう一枚、はい、もう一枚、じゃあ次ます、じゃあ引きます、これだな、うん、何、人生で一番びっくりしたことは。めっちゃそれもざっくりだね。難しいな、びっくりしたこと、びっくりしたことって何、そんなん出てこないよね、すぐ。ちょっと待ってな、まずびっくりすることってあるかな。びっくりした、びっくり、びっくりってなんだ、びっくりか、びっくりな、なんだろうな、なんかある。あ、でもさ、なんかもうほんとさ今思いつかないけど、やっぱ自分らの活動を振り返ると、やっぱさ、今思うとね、当時なんか割とさ、無我夢中だったから覚えてないけど、うんうん、今思うとさ、あの、ワンピースの映画主題歌は結構びっくり案件だ。あ、それはびっくりだった。マジで、今考えたらマジ超びっくり案件だよ。私も今ね、それ浮かんだ。ね、マジでびっくりすぎだろって思う、ね。それはめっちゃびっくりだったね。そう、うん、当時だってまだまだ無名だった。いや、そうだよ。ですよ、僕ら。デビューしてすぐだったから。そうだよね。だってなんかスタッフそわそわしててさ、そう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 、一覧に言う前、そうで今日なんかすごいこと後で会議室で言うからとか言って言われて、ね、何みたいな、え、なんだろうっつって、そうあれはびっくりした。でもそれ関連で言ったら、個人的にはあのウイスキーがお好きでしょ、もうあれもびっくり案件だった、うん、あ、そうですね、うん、なんかまさかあの CM やる時が来るとかって感じで、うん、ありますね、いろいろ ね、なんか思いもよらないことが起きますよ ね、活動してると本当に、まあ、あとあれだね、グリーンステージとかね、富士の あんな早く、うん、あ、そんな早くだと思ってなかった、ね、とか思ってなかったの、いや、何も考えてなかったもっと時間をかけてたと思ったの、てか特になんかあんま考えてなかったんだよね。あ、そう、あとてかいっぱいあるな、その自分の活動においてはいっぱいあるかもしれない、そのLA でレコーディングできたやつとかさ、好きなミュージシャンを呼べたっていうこともあるしね、うんうん、まあ、活動し、こういう活動してると本当でもね、聞いてくれる皆さんのおかげなんですよ、そういうことができるっていうことは。なのでそれだな、本当に今、うん、音楽活動ができていることだよ、うん、と思います。はい、最後はお二人でどれか、あの、相違の一枚を、じゃあそれぞれ選んで、うん、一致したら しなかったらじゃあ、あ、じゃあ僕は、うん、じゃあどれがいいか、せーのでいいか、うん、せーの、あ、違った、熱くなる、これでいい、いいよ、これでいいよ、どうぞ、じゃあこれいきます、はい、あ、尊敬できる人はどんな人ですか、あ、尊敬できる人か、人間としてってことよね、でいいんだよね、それで、いや、まあでもいろんな分野何でもいいんじゃない、別に何とこでも、まあでもあるよ、僕、はい、どうぞ、まあ、まずアーティストとしては、うん、これ言うともどうもこうないけど、うん、まあ、才能ある人、はあ、才能ある人はすごい、うん、すごい、それはすごい、すごいと思う、やっぱ才能ある人ありきです、音楽は、
うん、才能あるって、でも才能だけじゃ音楽って人に届かない。そうだね。そう、才能以外のものを作る人も必要で、もしかしたらその才能を持ってる人じゃない、うん、才能を持ってる人じゃないその周りのものを作る人も才能が必要なことかもしれない。あ、そうだから、か難しいけどさ、いろんな才能を持った人がみんな力を合わせて音楽を皆様にお届けしてるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、だから本当にそういうやっぱスペシャルな、人には、まあ、僕はさミュージシャンという立場なんだけど、うん、まあ、アーティストでもあるけど、まあ、ミュージシャンという立場として、まあ、それこそさ松尾さんとかさ、やっぱ歌声とかさ僕は絶対出せないからさ、うん、そういうスペシャルな才能を持ってる人にやっぱ尊敬ありますよ。松尾さん、うん、尊敬してます。ありがとうございます。はい、松尾さんどうですか。はい、いや、あの、いや、それはさ、そういうね、音楽のね、ことで尊敬できる人っていうのは、うん、そういうのはたくさんありますけど、うん、超普通のこと言う、ね、どうぞどうぞ。言うけど、うん、まあ普通になんか、あの、ずっと昔からね、子供の頃から、うん、とても大事にしてるのは、うん、ありがとうとかごめんなさいとか言える人だよね。それなんか尊敬っていうか、なんか人としてなんかそうそうそう、ありか、なんかその人としての道徳とかさ哲学みたいなところに行っちゃった。そうだね。でもね、でもこうやって生きてると、うん、なかなかね言えないついんだ。あの、そういう人もいる。でもこの周りにはね、あの、周り、私の周りは本当に素敵な人ばっかりなんだけど、やっぱりそのありがとうとかそういうごめんなさいとかこんにちはとかそういうのってさ、あの、やっぱこう意識して言わないと多分ね、なかなか難しいと思うんですよ。その一言があるだけで何かさ、空気だったりさ、うん、まあ、そのコミュニケーションだったりがさ、なんかさ、うん、円滑になったり早やかになったりすることってあるよね。そうだね。その一言で、まあ、本当にもうだから尊敬できるっていうか、もうそうだね、まあでもそういう人は尊敬できますね本当に、うん、あの、最低限の話なんだけど、最低限の話、うん、それ でも大事にしてる自分は、うん、という感じです。今回6枚目のフルアルバム Into the Time Hall、完成しました、はい。本当に短編映画集みたいな感じで、うん、いろんな曲が入っていますし、うん、まあ、本当にサウンドだったりとかメッセージもたくさん、うん、面白いものができたと思います、うん、いろんな挑戦もしていますので、今までグリムを聴いてくださってきた方にも、うん、初めて聴く方にもきっとなんか楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひフルアルバム Into the Time Hall 聴いていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。では以上グリムスパンキーでした。バイバイ。